完全に鉄骨がもうかぐさるような状態。なるほどね、なるほどね。その時には心肺停止とかは分かってる？最初の時点ではまだ心肺停止にはなってなかったです。翔はこの現場を通して一番何を学んだの？はい、自分が一番学んだのは、自分が一番印象に残っている現場は、40代の夫婦と4歳の子供が事故に巻き込まれた案件ですね。なるほど。どんな現場やったんですか？それは乗用車とトラックの事故なんですけど、交差点の赤信号で乗用車が赤信号なんで待っていたという場面で、化石祭のトラック、鉄骨を積んでるトラックだったんですよ。なるほど。トラックって積む量って決められてるんですよ、法律上。それをオーバーしてるぐらい積んでたってことだよね。そうです。化石祭のトラックが左折するときに、曲がるときに遠心力で倒れた方向に赤信号で乗用車が待っていたというと、うわー、それがバンって完全に鉄骨がもうかぐさるような状態。なるほどね、はい、それはどんな鉄骨だったの？はい、その鉄骨は工事現場でよく使われるような棒状の鉄骨でした。なるほどね、はい、結構重量もあるやつだね。そうですね。なるほどなるほど、はい、それが転倒によってその待ってた乗用車の上にかぶさってきたと。そうです。乗用車こうぐちゃってなるってことね。完全に上からぐちゃってなってしまうっていうところです、うん、なるほどなるほど。それがレスキュー隊員として現場に行った時の初めの光景ってどんな光景やったの？もう、うん、パッと見、うん、もう鉄骨しか見えなくて、最初はすごい量の鉄骨が積んであったので、うん、鉄骨がなんか山になってるなっていうのが第一印象で、その横に、まあ、トラックがあるっていう状態で、その鉄骨ってもちろん手とかで動かされへんやぐらいの全然動かせないです。やば。これどうやって救助したの？まあ自分たちがやった活動としては、うん、まず、まあ、周囲の状況を確認したうちに、うん、鉄骨のもう中に乗用車が見えたので、うん、でその時点で最初は安否確認ができてなかったので、うん、鉄骨をどかさないと接触できないと。そうだね、はい、なので鉄骨の除去作業に入りました。どれぐらいかかった時間は？時間はなかなか鉄骨を除去するのが難しくて、うん、1時間以上はかかりましたね。やっぱ接触まで1時間ぐらい接触がかかったってことは、もうそうやったら DMAT とか読んだりするんじゃない？そうですね、 DMAT を要請しまして、で要救助者に接触するその手が出ていましたので、うん、手をその DMAT が触知するっていう観察は初期の段階でできたんですよ。なるほど。その手っていうのは子供、大人ですね。大人の手だけが出て、その時には心肺停止とかは分かったんです？最初の時点ではまだ心肺停止にはなってなかったです。うわー、なってなかったってことはなったってこと？心肺停止の、はい、うわ、まあ、途中の時点でなってしまって、うん、ショック状態が出ていて、まあもうレベルも下がって、でそのまま心肺停止、はい、化石祭のトラックの鉄骨が乗用車の上に乗ったってことは、まあ、分かりやすく言うと乗用車がぺっちゃんこなってる状態、はい、そのぺっちゃんこなってる車の中から40代の夫婦と5歳の男の子をどうやって救助したの？はい、まあ、鉄骨をですね、うん、重機材で排除した後に、うん、スプレッター、うん、あとはカッターなどを使って、天井、乗用車の天井を開放しました。なるほどなるほど、はい、なので上からアプローチをした。なるほどね。ドアはもう、もう歪んで何もできないから、はい、まあ、そこで間隙作るより、間隙っていう、まあ、隙間ね、隙間でその救助資機材、スプレッターとかカッターとか使って開けたりするっていうのは、ちょっと消防の専門用語になって申し訳ないんですけど、ドアを破壊するより天井を開けたってことだよね。そうです。で上からアプローチして、上から引きずり出した。上から、はい。でその後はどうしたの？救急隊に引き継いで、救急隊が処置をした。なるほどね、はい、救急隊はどういう処置をしたの？救急隊はその後、早急に心臓マッサージをしました。なるほど。ほんで DMAT と連携して、はい、3次病院に運んだっていう感じかな。はい、はい、まあ、この現場でその夫婦とお子さんっていうのは助かったの？結局。いや、助からなかったです。助からなかったね。はい。なるほどね。翔はこの現場を通して一番何を学んだの？はい。自分が一番学んだのは、まあ言ったら赤信号で止まってただけの乗用車ですよ。うん、その罪のない方たちが、うん、その化石祭をしていたトラックのお動作によって命がなくなってしまうっていう、もう乗用車の方は全く罪がないわけですよ、それで命がなくなってしまうっていう、まあ、命の尊さっていうのはやっぱり一番感じました。いつもレスキューハウスで、まあ、交通事故の話とか言う時に、いつ誰がどこで加害者被害者になるか分かりませんよっていうのはずっと言ってるんです、はい、けどそれは本当にそうじゃないですか。自分が運転してる、自分が真正面向いてるからといって交通事故に合う合わないっていうのは全くもって関係ありません。だからこそレスキューハウスではチャイルドシートの大切さとかシートベルトの大切さっていうのをめっちゃ言ってる。だから今回のこれってもちろん罪のない命が犠牲になってしまったと、やっぱ悔しいし、なんやろな、怒りっていうのがめっちゃ出てくるけど、最後ショーに聞きたいのが、はい、その過積載で倒れてる同じ現場やね、ショーと同じ現場を視聴者の方が遭遇した時、はい、まだ消防士も何も来てません、はい、自分が初めての発見者、これ何をすれば助かる可能性って上がる？そうですね、やはり、まあ、消防士が到着した時点で、鉄骨がもう完全に重なっている状態だったので、乗用車がどこにあるかわからないぐらい散乱してたんです、あとは、活動するまでに車をこう整備するのも若干時間がかかってしまったので、もし消防士が到着するまでにその現場に居合わせたんだったら、まず状況とかをすぐ早急に教えてくれると救助活動までにかかる時間っていうのは短縮することができると思う。うん、なるほど、情報を消防士に伝えるっていうことがまずポイントよね、はい、じゃあそれをもっと詳細に言うとどういった情報が欲しい？そこの例えば事故が起きた時の目撃者がもしいるのであれば、どういう状況で事故が起きたのかとか、あとは人が、分かれば負傷者の人数、これめちゃくちゃ大事ですよ。これね、前何回も言ってるんですけど、初めて見た発見者が一番の情報を持ってる人なんですよね、消防士からすると。だからこそどういった現場やったのかっていう目撃者の情報をどれだけ整理してもらえるかって、これめちゃくちゃ助かる命に関係してくるんですよ。さっき翔言った通り、この1分1秒がめちゃくちゃ大事で、救命率ってもどんどん下がっていくんですよ。助かる命っていうのはどんどん減っていくよね。その時に消防士がまずすることを先に視聴者さんがやっていただく、これが助かる命を助けるにつながるんですよね。ポイントをおさらいすると、目撃者っていうのはまずどういった現場でどういった状況でこういう状況に陥ってるのかっていうのを詳しくまとめておいてください。頭で整理できない人は紙とかに書いてください。で、消防士警察ってファーストアタックすると目撃者にどういった状況でどうなったかっていうのをもう図で書いてくださいとか言ったりお願いするんですけど、僕自身もレスキューとしてファーストアタックした時にそれを目撃者の方にお願いしてました。なので皆さんが目撃者になった時っていうのは必ずこれは聞かれます。なのでもう先に書いておく。今この信号ですよ、信号でこういう交差点ですよね、わかりますよね。これがこう曲がろうとした時にこっち側に倒れて、で今ここに乗用車が埋まってます。おそらく乗ってたの運転席と助手席は間違いなく乗ってたけど、後ろに子供らしき人も乗ってたかもしれません。こういう情報で OK です。これを言うか言わないかだけで救命率活動っていうのはめちゃくちゃ変わってくるんですよ。中に人が乗ってるのかどうかで破壊するポイントっていうのはもう限られてくるんですよね。運転席以外誰も乗ってなかったと思うって言われるのと、後部座席にも男の子とか乗ってたと思う、全然活動が違ってくるんですよ。そういうところが大事になってくるので、さっき翔が言った通りポイントを整理する。これは実際俺もレスキューとして行ってて、俺がやることやったからめっちゃそれを分かる。あとは交通誘導、やっぱり活動するにあたって普通の、一般車がいるというところで、そこを整理していただくと、すごい活動までに時間が早くなる、これめちゃくちゃ大事です。交通整理って基本的に警察の方が到着してやってくれるんですけど、結局僕が実際救助活動して早かったなっていうのは、やっぱ交通整理をしてくれてる一般の方々っていうのは中にいらっしゃるんですよ。例えばもう道開けとってって言って後ろにハザードを焚いて、もう交通誘導、言うたら消防車が通る動線を確保して、でここ中には発煙筒と三角表示板を使ってここはもう通らないようにしたりとか、もうすごい方がいてて、めっちゃやっぱそれって救助活動早くなったん。情報収集と動線確保、交通整理っていうところはできるのであればやってほしいね。これが唯一助かる方法かなっていうのは確かに俺も感じた、はい、ちょっとめっちゃ暑くなりすぎて夕日入る隙間なかったと思うけど、これが本当に犠牲になった方々の命を無駄にしないために、僕たち皆さんと何ができるのかっていうのを、今回翔と一緒にお話しさせてもらいました。そうですね。もし皆さん遭遇した時にも、皆さんと消防士ね、助かる可能性を上げるために一緒に活動してもらえたら、はい、救える命もあるんじゃないかなと思ってます。いや、そうですね、はい。ということで、今回の動画が良かったと思う方は、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために、これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士の話。よし。ポンプとアンビュランス。初めての災害現場。